これもう前髪が伸びきってる。お久しぶりです。ちょっとだけ配信するんですけど、見てくれたら嬉しいです。今日はサマステのリハをしてきました。とりあえずね、全曲したんで、まあ安心なんですけど、まあね、覚えるのがたくさんある。すごい暑い。すごいね、めっちゃショールームが久しぶりで、新しい機能が増えててびっくりした。秋が来るまで頑張ったよね。もうね、もう外に出ただけで汗かいて、もうやばい。これは扇風機がないと無理だね。手持ち扇風機ね、持ってるんだけどね、めっちゃいいんだよね。しかも今日は前髪基礎切りたい。もうやばい、目にかかっちゃってやる。皆さん、サマステは来ますか？サマステ楽しみ、ありがとうございます。そう、めっちゃね、楽しみ。そう、セットリストが送られてきた時から楽しみだったんだけど、今日初めてリハーサルやって、もっと楽しみになっていました。だからね、皆さんが予想しなさそうな曲をやります。
まだ言えないんですけど、予想してみてください。初めてやるけど、どうだ、でもそんなに初めて、わかんない、半々。そう、念願のね、サマステで、外のイベントで、すごい汗かきそうなんですけど、とっても楽しみです。おまんはおまんじゃないんですけど、すごい復習をしないとすぐ忘れちゃう。イベント回数増えると覚えるの楽になるのだけど、まだそう。でもやったことない曲をやったりできるから嬉しい。あんまりコンサートとかさ、 HKT の曲が、ね、多いじゃん。そう、多いというか、はい、多い。まあそれはコンサートだからそうなんですけど、でもやったことない曲をできることが多いから嬉しい。そう、明日は一日、明日はちゃんと夏休みの宿題を全部終わらせる勢いで頑張ります。でも今日リハーサル始まる前、事務所に行く前に、そう、宿題ちゃんとねやってたの。自分からやったんじゃないけど、そう、そしたらもう英語が終わった、英語の宿題がもう全部終わってちょっと楽になった。英語がなんとなく結構めんどくさかったので嬉しい。狙い、今は国語に苦戦してる。答えを見たいけど我慢してる。これはペンでそういう、そういう、あ、そういう系かな。中学生になった英語ない英語、うん、でも小3からねあったよ、英語の授業は。だから大体はいける。
と弟もね、夏休みの宿題を見てたら英語がアルファベット ABCDEFG とかを書くだけでいいなって思ってた。簡単そうだった。コメントいた。今兄弟で一番いいチャンス、そうそうそうなんだよね。一番ね身長が高くなった。お姉ちゃんも抜かしたし、でもね弟がだんだんと近づいてきてるんだよね。やっぱり男の子ってあれ急に伸びるじゃん。そうだから怖い。でまだまだまだちっちゃいので、油断はできない。え、そう150センチいったんだよね前。なんか背高くなったねって言われること多いから身長測ろうって思って測ったら 150.3 とかで、そうちゃんと150なってた。夢の150センチ台。だからくるみさんとかも前にパズドラ一緒に出た時にすごいびっくりした。自分でもね鏡を見て身長見たら抜かしてた。しかもまだ伸びそう。絶対に伸びます。身長はもう伸びなかったらダメだよ。ちゃんと寝ないと、そこちゃんと寝ないと。でもね最近はちゃんとね結構な時間寝てるのに眠たいんで、なんでだろう。あ、15分ありがとうございます。課題は計画的だよね。でもねなんか計画でなんて言ったらいいんだろう、なんか一気にまとめてその教科をやるのが良くないって言うじゃん。でもね結構ね一気にまとめてやっちゃう派だからさ、
難しい。まずはハンちゃんを超えだよね。ハンちゃん超えないと。何センチだハンちゃん。おーすごい。なんだこれは。カズさん。かわいいこのクマ。クマありがとうございます。白のクマ。あと。どこだ。ポテチさん。雪？花火？タワー、タワーありがとうございます。氷の。ありがとうございます。ハンちゃん160センチくらい。あと、10センチ差があるので、諦めます。ハンちゃん。もっとね、目標が近い人。諦めるな。でもね、目標近い人がいい。105、何センチ伸びるか。最終目標はレイヤちゃんで、レイヤちゃんは越せれないよもう。今日は久しぶりにねメンバーと会ったんだ。面白かった。同じ身長のメンバー、同じ身長いるのかな。え、でもどうだろう。えぐっちゃんよりはね背高くなった。やっと。でも同じ身長の子はいないかもしれない。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。150センチぴったりの方募集中です。もう「ボーリングのリベンジ弁はある」。もうあれはきついだよ。もう次の人がねやばかったよ。手がもううーってなった。結構手には来たんだけど楽しかった。でもやりたいなと思って。でも疲れるから今度は疲れないようなやつをやりたい。チャーハン部の食べる担当。チャーハン部の食べる担当。
すごい眠たい。まだ名前の後の表記は研究生のでは、あ、そういうこと？やばい。目が。本当な、まあそのチックあるでしょ。そう、皆さん、サマステ来ますか？サマステ。サマステは絶対に楽しい、一番楽しい夏の思い出になるので、絶対に。悩み中って方は来といた方がいいです。でもね、暑いから気をつけてください。あ、行きたかったって方が多いのか。全然なら一緒に汗かきました。七木先生、初日と冷ましてか気持ちは移動が大変。あれ、初日なの？冷ましての日が。アスカさん、クマ、タコが乗ってるクマ、ありがとうございます。ハイタッチ会、さ、ハイタッチ会もね、ぜひ来てくれたら嬉しいです。また違ったものが見れると思うので、ぜひ来てください。そう、九州コレクションもねあるので、多分今年はたくさんね出れるので来てください。最新のバンチューおパンチゲット情報、おパンチゲット情報、あ、あるあるけど、まだここにはない。あ、そろそろ30分になったので、30分になってる、30分になったので断然目をしたいと思います。おー、すごい、あずかさん、お城ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん、たくさん。お城で合ってるかな。お城ありがとうございます。それでは断じめをしたいと思います。13位フランさん、12位ヤスさん、11位春巻さん、10位ノブさん、9位ひろたんさん、8位ダルマインコさん、7位リョウダさん、6位シャオタンさん、5位ショウちゃん、4位中島優さん、ありがとうございます。えい、ありがとうございます。そして第3位はぐる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 っとかん、アシカさんです、ありがとうございます。えい、
てないにはぐる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 とかんカズさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして第1位はぐる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 とかんポテチさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりな久しぶりです。そう、またね配信すると思うのでぜひ見てくださると嬉しいです。あ、久々ドカン、ありがとう、ありがとうございました。すごい結構久々の。そう、そしてパンチじゃないけど新しい人形これなんかチンチラやつってなんだっけ、こっちがチンチラのチンチラのララちゃん、白い方がララちゃんでこっちがニコちゃん。多分ね、メールには載せてたと思うんですけど、こんな感じ。意外と でかいんだよね。そう、チンチラの。かわいくない？そう、こっちは300円で取った。こっちはわかんないけど、そう、すごいね。3回で取れました。あとねハリネズミのねぬいぐるみもあるんだよね。だからあとモモンガのね人形をゲットしたい。袋モモンガでもちいかわのモモンガは確かあった気がするけど、普通のペットのモモンガが欲しい。そう、そしてパンチウサギのこれをこれを開封したいと思います。どこだっけな、コンビニでね売ってて、結構ね種類があって全20種類あってすごい可愛いのがたくさんなんで開けていきたいと思います。まだだ。これはあテープがあって取りにくい。久々開封。そう、さすがに20種類はコンプリートできない、ね、じゃあ行きます。こっち？こっち向きかな？いきます。じゃん。かわいい。これは、靴で蹴られてるおパンチだ。かわいい。かわいそうだけど、この顔がかわいい。お。それではまだあるのでやります。できます。はい、なんか
傷ついてる。え、かわいい、かわいいんだけど。じゃあ最後、最後いきます。え、お風呂上がりおばあちゃん、かわいい。え、お風呂上がり、お風呂上がりなのかな。給食、あ、じゃあ給食のおばあちゃんかと思ったら、あ、違う、お風呂上がりのおパンチだ。この3つが出ました。そう、これ怪我してるおパンチとお風呂上がりおパンチ。え、でもこれが一番お気に入り、かわいい。ちょっとかわいそうだけど、そう、でもかぶってなくてよかった、うん、でもね、これね、シークレットが一つあるみたいだから、それを出したい。また、え、みなさん、そう、ローソンに売ってあったので、ぜひ、多分コンビニに売ってあると思うので、皆さんもぜひ買って試してみてください。これが本当に可愛いんだよね。最近はね、おばんちゅうさぎの、おばんちゅうさぎのシリーズを見れてないんですけど、これを見て癒されてます。そう、でも服は今日はおぼちゃむなんだよね。おばんちゅうさぎじゃなかった、服は。そう、おぼちゃむのね、やつを見たいな。ローソンで田舎つしてきます。ありがとうございます。お、ハッピーバースデーじゃない、ちょっと怖い、じゃじゃん、かわいい。ちょっと光であまり顔が見えないんですけど、ゆいなちゃん昇格おめでとう、イエーイ、ありがとう。ふってしていい？あ、消えた。すごい久しぶりの、やった。え、かわいい、見て、これはハリネズミ、ハリネズミのケーキです。しかもフルーツいっぱい、そう、昇格祝いでケーキをもらいました。嬉しい。後で美味しく食べたいと思います。すごい可愛い、めっちゃ後ろもね、フルーツたくさん、可愛い。見えてないんだよね。よし、ありがとう。レイヤがユイナがアイアライブで煽りやった時の写真説明してる。え、写真説明会やってるの。6期生だから6本。お、ほんとだ、あ、素晴らしい。へえ。レア姫がユイナ初恋バタフライセンターについて解説中。解説してくれてる、見たかった。ぜひ教えてください、あとで。
皆さんもね、たくさんお祝いありがとうございます。かわいい。アイアライブの振り返り配信、あ、そうなんだ。改めておめでとう、ありがとうございます。嬉しい。では、よいしょ。ヘアアレンジもめっちゃ楽しみ、ありがとうございます。何にしたらいいかな、まだ迷ってます。そう、昇格して初めて会うのが28日か、ハイタッチ会かそう、皆さん楽しみにしててください。多分間近でハイタッチしに来てくれてる方とかは間近で見れると思うので楽しみにしててください。そう、ぜひね、昇格おめでとうのハイタッチ待ってますお、楽しみすぎ、ありがとうございます。ぜひね、福岡で待ってるので来てくださると嬉しいです。それではカウントして終わりたいと思います。来れない方もね、公園でも会いましょう。それでは6082の方、ありがとうございました。5、4、3、2、1、またね、バイバーイ。よいしょ、バイバーイ。よいしょ。